ナムコ。皆さんこんにちは、鈴木ひろしです。今日は本日オープンする世界初の規制型テーマパーク、ドリルランドのオープニングセレモニーにお邪魔しています。イエーイ。ここドリルランドは地下500メートルに建てられた地下最大のテーマパークで、ドリザラ協会と地底王国が共同で開発した夢の一大レジャーランドです。おや、ゲストに招かれたおなじみのドリラーたちが集合したようです。一匹狼のアウトロー、森あかりさん。世界一の女性ドリラー、アンナ・オッケンマイヤーさん。ドリラー研究所が誇る高性能ロボット、オリンガー Z さん。皆さん、この度ドリルランドの建設を任されましたフルイードです。かねてからドリラーを題材にしたテーマパークを作りたいと思っていました。本日はどうぞ楽しんでいってください。そして最後はドリラー協会会長、森会長と地底王国の王様が登場です。ここにドリルランドの開園を宣言する。ミスタードリラー、ドリルラー。